裏技の日ですよね。すっごくお得な裏技ご紹介します。お楽しみに。今強い地震が起こりました。カメラマンが皆さん、神戸は長田区の上空に来ています。こちらではまだ真っ赤な火の手が至る所で上がっています。この上空からでもその真っ黒な煙でかなり視界が悪くなっていますが、長田区は至る所でまだ真っ赤な炎が燃え上がっています。大変大規模に燃え上がっています。そしてまだ消火活動、救助活動などは行われていないようです。ご覧のように200メーターか300メーターほど阪神高速が倒れています。完全に横倒しになっているといった状況です。私の前に巨大なアスファルトの高い高い壁ができています。横倒しになった高速道路、そんなものはこれまで想像もしたことがありませんが、まるでとても悪い夢を見ているような気分です。まさかこのような光景を 見ようとは思いもしませんでした。 4WD っぽい車なんですけれども、フロントガラスがかなりひびが入っています。この血の跡がありますね。運転していた方は大丈夫だったんでしょうか。巨大な高架道路がそのまま左に完全に横倒しになっています。これ高速道路を支えていたのはご覧のように何本も大変太い、鉄線などが入りました。このような基礎なんですけども、いともたやすくまるでこの飴細工のように、ひん曲がっています。大地震の持つ恐るべきパワーというんでしょうか、そういうのを改めてまざまざと見せつけられています。こちらでは橋桁が完全に落ちています。こちらでは橋桁が完全に落ちています。観光バスでしょうか、路線バスでしょうかが、路線バスが寸前で止まっているのが見えますが、その下に多くの車が落ちているようです。消防など救助隊はまだ駆けつけていないようです。こちらから見る限り、消防との、救助の手はまだ差し伸べられていないようです。ご覧のように阪神高速神戸線、西宮市と芦屋市の境あたりで橋桁が完全に落ちています。このほか神戸方面にかけて数箇所で橋桁が落ちているという情報もあります。バスはかろうじて道路の端に止まっています。三宮の生田神社です。ご覧のように本殿が完全に倒壊しています。屋根、これは三宮の生田神社です。本殿の門でしょうか、建物が完全に倒壊しています。赤い柱が見えます。おそらくこれは本殿の門だと思われます。いつもは買い物客でにぎわうセンター街、今日は至る所瓦礫の山です。なんとも無残です。上を見ますとアーケードは派手にめくれ上がっています。2階の連絡通路も今にも落ちてきそうな不気味な様子を見せています。
はい、今回の火災、今回の地震で最大の火災を起こしております神戸市長田区の上空です。先ほど7カ所見えました火の火災現場のうち今も激しく燃えているのは3カ所です。残りの4カ所はほぼ鎮圧状態になった模様です。この辺り一帯は停電しております。明かりといえば、この炎の明かりとそして周りに渋滞する車の明かりだけになっております。繰り返しますがこのおそらく渋滞が消火活動の妨げになっているのではないでしょうか。上空から見ましても火災現場の周辺に消防車の赤色灯の明かりはほとんど見えません。消火活動はかなり手間取っているようです。地震発生から12時間以上が経ちました。地震発生直後から燃え出した火事なんですが未だに衰える気配はありません。こちら上空から見ましたところこの長田区そして兵庫区須磨区の火災のほか東灘区と西、兵庫県西宮市の方でもかすかにまだ火の手が上がっているのが見えます。兵庫区のご覧の地域では大変な火災となっています。かなり広い範囲にわたってここは火災が発生して立っているだけでも暑い状態です。時々ボンボンと破裂しております。でこの辺りは古い木造家屋がたくさんあったということなんですけれども跡形もなく燃えています。そしてこの先少し高台の方になっていくわけですがこの方向が六甲山の方向とお考えください。で火が最初は東の方で発生しました。で風が今風向きが変わりましてだん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 山をぐるっと回るような形でこの方にまた火事が降りてきたというふうに地元の方は話していらっしゃいます。